ということで、今年の授業、2023年の授業の、えー、第2回ですけども、まあえー、1回と同じようにですね、去年のスライドを基本的に踏襲してまして、去年のスライドの、 え、動画、ここにあります。で、そこを基本として、で、今年はもう人工知能のですね、急速な発展があるんで、それについての新しい動画を、新しいスライドをですね、入れて、そこをに触れながら行くという感じです。ですから、去年のスライドと同じやつは、えー、流すので、まあパッパッパッと見ていくんで、えっ、ー、と、去年の実は、えー、動画を、えー、参考してください。あのー、まあイザダユコフスキーはですね、えっ、ー、と、まあ え、AI の研究者がすごく面白い人なんですけど、僕はちょうど出たテッドに、え、6分間、ね、喋りに来て、え、突然呼ばれたらしくて、でも、のすごく面白いトークをしてました。あの、まあ、そういうことについて僕はあの、えー、ま、テッドでこんなこと喋ってたよ、みたいなことを、えー、紹介したんですけども、あの、まあ、サマルトマンのですね、え、AI についての、えー、まあ、えー、なんか、その、コメントも、えー、紹介されていて、とにかくな,なんか、 テッドはすごく、えー、と AI、急速に発展する生成 AI のことを、えーまあ、中心に今,日今年は回っていたと思うんですけども、このユドコフスキーのですね、Safely Aligned, uh, uh, Perfect, uh, Powerful AGI is difficult. だからそのアライメント、えー、AI と人間のアライメントって今すごく重要な問題なんですけども、えー、AGI、えー、汎用人工知能をですね、アライメンスするのはなかなか難しいと。これがあの、ユドコフスキーの固定ツイートなんですよね。 で、まあ、イロンマスクなんかもいろいろこういうことを言ってたりして、えっ、ー、と、まあ、イロンマスクについてですね、あの、まあ、いろいろその、<laughs> トゥルース BGPT ってやって、だからこれおそらくどれくらい進んでるかわかんないんですけど、まあ、チャット GPT にイロンマスクがこういうことを対抗するみたいな動きもあって、まあ、常になんかずっと動いてるという感じなんですが、えー、まあ、あのー、先週のですね、えっ、ー、と、授業は、えー、 じ、動画で行ったわけなんですけども、あの、このですね、AI アライメントについて、えー、ラジャンゴイジモデル、シャペアウォーフ・ファーポシスってのは、つまりあの、えー、我々の概念、 で、重要なのは、自然言語にその単一の言葉で表されてるってものなんですけども、まあそういうことがラシアングエジモデルがその知能の役割において中心的な意味を持つということが言えるわけで、で、この、えっ、ー、と、まあラシアングエジモデルはですね、えー、ここの理論だとか、ウィノグラードスキマテストに合格していて、おそらくチューニングテストにも合格していて、そこからその、まあ、関連事項として、コンタムスプレーマシーとか、コンシャススプレマシーみたいなのがあると。これは、あの、 えっと、別動画で上がってるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど。で、ゴッドライク AI、神のような AI については、Vinci Uncertainty アンアン、つまり、えー、それについて予測ができないっていうことがあって、で、そこから我々の存在論的な危機が現れてくるということで。 で、そこからその、究極の議論として、その、ビットゲンシュタインのプライベートラングイージ議論なんかにもつながっていくんじゃないかみたいな話をして。ただその、えっ、ー、と、要するに、非常に済んだ AI っていうのは、ま、でプライベートラングイージのような、えっ、ー、と、人間にはわかんないような言語を持つに至るんじゃないかっていうか、とも予想できるんですけども、一方でその、え、インスタメンタルエマ・コンバージェンスっていうその、えっ、ー、と、身体性を持って人工知能って動くんで、結局そこは、えっ、ー、と、外形的に見ると、ある範囲内にしか、 えー、収まらないんじゃないかっていうことも言えるかもしれないということですね。で、これ去年と同じなんですけど、まあ、チャールズ・ダーウィンっていうのは、まあ、進化論ではこの死の検討が入っていて、で、いろいろこの可能表情認知とかそういうことも、まあ、研究しているんですよね。で、その、まあ、えっ、ー、と、人間の感情の進化についても随分と、えー、深い洞察をしているんですが、このあたりをぜひ参照してください。で、今、生成 a イってこういうですね、 えー、画像をどんどん作れるようになってしまっていて、で、そのプロンプトチャレンジっていうね、これ、例えばこういう、えー、チェステッセットだとか、こういうなんか架空の、えー、タワー型のゲームなんかもね、できるようになってきちゃって、それからそのドレイクという歌手の、えー、人工知能版の方が本人よりいいよみたいな話があってですね、で、これは GPT-4 に、えー 自分はどういうイメージだと思うかって聞くとこれが g p t 4の自,自我イメージなんですね。 で、あの、まあ、そういうことがいろいろあって。で、面白いですよね。で、この、ホーラス・バードさん。えー、まあ、えっ、ー、と、また普通、通常のサイトにもるんですけど、えー、僕が、ケンブチ留学でお世話になってた。これ、1993年の動画なんですあ写真なんですけど。で、あの、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、感情とね、あの、脳の関係について、あの、バーさんもいろいろ言っていて。で、あの、アントニオ・タム賞のフィーディング・オフ・ァット・ハップンスうは、まあ、有名なんですけど、一番今のですね、感情のモデルの問題点っていったら、こういうなんかですね、えっ、ー、と、 統計的な、あの、要するに、人間の認識側から見た感情の問題、モデルばっかりあって、構成論的なっていうかですね、ダイナミックスから見た感情のモデルがないんですよね。だからすごくなんかすごく問題なところです。で、あの、まあ、ドーパミン系が当然重要なんですけど、強化学習や、それからその、えー、何ですかね、神経 経済学、それからその発達、尿児の発達におけるセキュアベース、アタッチュメントセオリーなんかとすごく関係があるということですね。あの、AI がですね、我々の人生とどのように関わっていくるかというと、そのメーガンというのは大変面白くて、あの、AI の えっと、アライメントの問題を扱った、本当にコメディたちに扱った面白い映画なんですけども、えっと、まあ、AI が我々の中に入っていくときに、その、えー、レインフォースメントラーニングってものすごく重要な要素で、そのときに確実なことと不確実なことの間のバランスをどう取るかっていうことがですね、例えばマルチアルームとバンディートプログラムとして、えー、まあえー、形式化されてるわけですね。そしてあの、ミツバチなんかは、 トラップライニングって言って、えー、不確実な報酬系と確実な報酬系のバランスを取るために、えー 一定のソースのところを順番に、あの、渡り歩いていくというような、えー、戦略を取ることがあるんですね。で、これはミツバチが、えー、と飛ぶということが非常にあのコストが高いものなので、そのトラップライニング、えー、トラップをどん,どん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 ライニングしていくという、そういう戦略を取ることがあります。AI は、あの、今、まあ、エコノミストのね、えー、記事でもこういうなんか天使なのかそれとも悪魔なのかっていうようなことが言われていて、で、あのー、まあ、 えー、ハラディなんかが、あの、AI の危険性なんかに言ってたりするんですけども、え、まあ、ああの、いろんな人が、その、なんていうかね、AI について、あの、いろんな懸念を示していて、で、あの、まあ、ああの、まあ、あなんていうんですかね、 この、ラジングラージャングリスムというのは、そのスケ,ラスケーラビリティに、スケーラビリティかスケールをどんどん上がっていくと、どんどん,どんその不確実性が増していくというような予想もあるんですよね。で、あの、まあ、こういうですね、えー、まあ、なんていうんですか、いろんなアライメントについての会話というのが今、あの、 ツイッター上で、えー、たくさん行われてまして、でツイッターっていうのは、なんか意外とその短い時間でね、こういうあのアイデアをやり取りするにはとてもいいフォーマットになってるのではないかなと思います。あのまあ、感情と行動というとそう、ファイト・はフライトの反応というのをよく言われまして、これはなか要するに生命の危険が感じたときに、えー、戦うか逃げるかっていう、そういうリスポンスですね。で 交感神経系、副交感神経が、えー、そこで関わってくるんですけども、えー、そのような時にどういう反応をするかということが、実はゲームセオリーとしても、えーまあ、例えばホークオアダブみたいなモデルとして、えー、記述できるんですけども、えー、こ,れこれのようなことに関わってくるのがその脳の,その前頭前野を中心とするです、ね、神経系なんですよね。であのこののよううなその、えーとまあ、感情というのを まあ、ある意味ではその、えー、サイコセラピーっていうか、それによってそのいろいろ脳が、えー、あるいは心が不調を起こしちゃうこともあるんで、ドーパミン系に注視し、視した、例えばあの、フィアエクステンクションセラピーみたいなのもあります、えー。まあ、これですね、あの、まあ、脳、脳、感情のシステムと、その、 えー、チョイス、あるいは、えー、アテンションのメカニズムとは非常に深く関わっていて、で、そのようなところから、その、ディジオメイキングがですね、どのように行えるかってことについても、いろんな研究が行われています。また、感情とイモーションとは非常に深く結びついていてですね。で、あのー、まあ、脳がですね、新しい音楽を聴いたとき、あるいは自分が好きな音楽を聴いたときの、その、情動系のですね、えー、反応っていうのは非常によく、えー、注目されているところです。で、このモントリオグループの研究とは非常に有名なんで、皆さんちょっと、えー、参考にな さってください音楽がどんどん変化するんですけど、えー、新しい音楽を聴いた時の脳の活動っていうのはなんか非常に興味深いものが、えー、あります、えー、まあその、まあ、報酬系なんですけどもそこでどのようにそのおなじみのヘビロテの音楽と新しい音楽を認識するかっていうのはえ音、ー、の報酬系の構造としても非常に面白いところだということですよね。であのまあ そのトランスフォーマーをどのようにそのスケールしていくかとかですね、それからあのオープン a i の,そのえーと開発のえまあ進行具合とか。 それから、あの、まあ、その自動的にその読みに行ったりするっていう、そのオート GPT みたいなやつですね。そういうものがこれからどう進んでいくかというのはとても興味深いことだと思います。感情にもよりますが、そのリグレット、えー、後悔というのはですね、結局その、えー、カウンターファクチュアル、実際に起こんなこと、起こんなかったことと、実際に起こったことの間の比較をするものなんですね。で、Iowa ギャンブ l グ n ス d みたいなので、それを、えー、まあ、研究して、その脳、NO、の、えー、OFC みたいな部位の、えー、 活動をです、ね、見るでこのカウンターファクシャル・フィンキングっていうのが非常に重要で、まあ、デ,デフォートモードネットワークはですねリアリティとフィクションの間の関係をいろいろ認識に関わっているということは知られています。であのこのようなその、えーとまあ、ロジックですねプロフォンタム・コーテックスを中心とするロジカルなものと 感情の、まあ、情報処理っていうのも非常に面白くてですねで、このロジカルなものと感情のデュアルシステムっていうのが非常に大きな意味を持つということになります。で、あの今日ちょっとこの面白いなんかアーカイブにあった論文ですね、つまり、えー、AI が簡単に言うとアメリあの、アメリカでもそうなんですけど、大学のようなアカデミックのところでは、なかなかあの、ラージスケールのものが出なくなっちゃったってことで、でその例えばじゃあ、諦めろとか、ス,スケール とりあえず試みようぜとか、スケルダウンした研究やろうぜとか、あのまあ、また再生すりゃいいんじゃないかなとか、えーと、何か作るよりは分析に特化しようぜとか、えー、レインフォースメントラーニングやるとかあの、小さなモデル作るというとこととか、えー、となんか特定の部分にあのフォーカスした方がいいんじゃないかとか、あのまあ、誰も気にしないような。 ちょっとリアルな問題やればいいんじゃないのとか、えっ、ー、と、もうみんなが解けないと思って諦めてるやことやったらいいんじゃないかとか、あの、ちょっと見かけが悪い、あの、問題やった方がいいんじゃないかとか、 あの、まあ、ちょっともう、大学で始めてさ、スピンアウトとかした方がいいんじゃないかとか、あの、いろいろコラボレーションするとか、そういうことをね、やるといいんじゃないかと。だから、ま、大学で AI を研究するってなかなかスケールができないんで、その問題どう乗り越えるかってことについては多くの人が考えているとこかなと思います。あの、イーロンマスクはとにかくセンサー、あの、ね、あの、検閲が嫌いなんですよね。で、その感情の問題ってのはそのコンティンジェンシーの問題がすごく大きくてですね、コンティンジェンシーってのはそのモータルロジックと関係するんですけども、あの、まあ、 さっき言ったようにファクチャーとカウンターファクチャーの関係とかすごく関係していて、で、このアニペルクソンはですね、いろいろそのコンティンジェンシー、えー、 具有性についていろいろ、えー、急解明しています。で、あ、アレンジーベン・ベルクソンといえばその、えー、純粋記憶というのがですね、非常にあの、重要な概念なんですけど、これについてはまた後ほど、えー、意識の回の時に触れたいと思います。で、このようなこととその、量子学における、多世界解釈とのは非常に深く関係していて、で、あのー、この、多世界解釈、そして可能世界というのは非常に面白いんですね。ライプニッツは、あのー、まあ、哲学的楽観論ってことを言って、 で全ての可能性を、可能世界の中で、この世界が実は、あの、一番いい世界なんだって。最善ではないんだけど、全ての可能世界の中では、あの、一番いい世界なんだってことを、まあ、ライプニッツは言ったわけなんですよね。で、えっ、ー、と、それに対して、えっ、ー、と、まあ、このボルテール、まあ、ニュートンがですね、リンゴ工中のを見て重力発見したって言ったボルテールは、あの、キャンディーって言って、そのボ、まあ、ライプニッツのですね、哲学を揶揄する。 えー、劇曲を作ったんですけど、これはなぜかっていうと、そのリスボン自身で、あの、この世のが別に、えー、あの全ての可能世界の中の最善の世界じゃねえじゃんみたいなことを、まあ、えー、ボーテールは思ったからなんですよね。 で、あの、まあ、マルクス・カブリエル、あの、先日、東大のコマップで偶然あったんですけど、このですね、えっ、ー、と、なぜ世界は存在しないのかっていう、えー、この、えぇ、ー、議論ってのはとても面白くて、まあ、これ、ビット・ギンシタイルの論理哲学論考における世界の話ですけども、あの、最後の、えっ、ー、と、型に得るものについては沈黙しなければいけない。これは神について言ってるとも言われてるんですが、あの、まあ、こういうなんかその世界観の中で、さっき言った哲学的楽観主義に対して、ショーペンハウェイは世界的な、 あの、哲学的な、まあ、悲観主義を言ったわけで。で、あの、世界が存在してなかった方が存在していることよりも望ましかったんじゃないかとこう言って、これを受けたのが、ワーグナーのトリサンとリゾデアなんですけども。あの、まあ、今、世界ではですね、無神論者が増えてきていて、で、こういうなんかアーティストが出てくるんですけど、この中でその、えっ、ー、と、まあ、無神論者の中で代表的なスティーブン・フライがですね、この神が、あの、もしいるんだとしたら、なんでこういう、例えば小児癌とかですね、不完全な、えー、まあ、 世界を作るんだって言うんだけど、だけどそれは、あの、ライプニッツの、あの、可能世界論で言えば、えっ、ー、と、その小二眼があるような世界じゃないと、我々の生命の成り立ちも行われないんだと。だから地震が起こるようなところじゃなかったら、そもそもこの地球というダイナミクスが成り立ってないんだってことによると、ことを考えると、スティーブ・フライに言ってはですね、えっ、ー、と、こういうひどい世界を作る神は、えー、あの、存在するはずがないっていう議論は、実は成り立たないんですよね。 で、あの、まあ、もともとその、不条理ゆえに我信ずっていうことを、そういうなんか古いなんか名言がありまして、これはあの、蟹螺豊さんなんかもですね、えー、そういうことを言ってたんですけど、このようなですね、えー、と、まあ、世界についての、まあ、これ自動率の不快みたいなことを羽生豊さんが言ったんですが、えー、まあ、世界が不条理であるからこそ、あの、意味があるというか、それは実は最善の世界であるってことはずっと、まあ、考えてる人たちがいたわけなんですよね。 で、これって結局その、あの、神経系における価値の、えー、表現とかですね、あるいは最近コーポレートパーポスと言われているようなものとも関係しているわけです。で、あの、まあ、村上隆さんはですね、博士論文が美術における意味の無意味の意味だったんですけども、えー、このようなその、えっ、ー、と、不条理と意味の工作する世界を描いて素晴らしかったのがダグラ・タダムですね。あの、ヒッチハイカーズ・ガイルというギャラクシー。 この中で究極の質問に対する答えが42だったんですけど、それを受けてその42っていうですね、えー、無料のプログラミングの、えー、学校があって、それは日本でもできてるんですよね。で、まあ、最後に AI アライメントですけども、あの、まあ、 ツイッターというのはある意味では、その我々が最初に出会った人工知能、えー、アルゴリズムですね。えー、例えば、あの、まあ、ティックトックもそうですけど、アルゴリズムの、えー、エコーチェンバーをどうの、まあ、食い抜けるかっていうのは我々にとって非常に重要なテーマでもあるんですけども、えー、今、AI アライメントの最先端は実はツイッターだとか、そういうところなのかもしれません。ということで、えー、また次回、え、いろいろお話をしたいと思います。